出るってことは必要ないね。これで決めてしまう。あっちゃいいね。持たれてはいない。触れてるだけ。これで技全体決まってる。ということはいつでもこちらは次の動作なんです。外に行くんだ。ああ、勘違いしないでください。握りやつはどうでも。覚えたら握らさない。だから女性でも相手マッサージしたら男と一緒だっていうのはそういう意味で言ってるだよ。触れた瞬間に固められてしまったらどうにもならない。やっぱそういう技がちゃんと相手に存在してる。だから幻の武術って言われてきたんだよ。結構幻じゃねえもんな。我々の若い子らって引っ張り合いの教えだけやってた。ごっついのボトム出身が来たらもうどうにもならない。こんなを一つにしただけ。だから1たす1はビッグワンって言ってるのか。あね、2つが1つに混ざったそのものに変えてしまう。相手ってのはそういう1たす1は2じゃない。1たす1は大きな1でな。その1が何なのか、その時その時でしょ。だから無限に広がっていくっていうような表現になってる。これが、まあ、相手の深いところでね。時にふっとこう行くと間がここの動き止まってしまう。いいね。だから例えば食べる、歩くというそういった動作表現。私は歩く。歩き始めて。私はあるの時に抑えられてごらん。動けない。くまで行っちゃうと動ける。あるでくっと止められちゃうと。その辺が表紙っていう。うん、だからまずそういうことはみんな技術を習得してから言葉を生み出すよ。だから今僕が言ってるのはなるほど、ちょっと参考です。なぜか君たちこれやってるから、そうするとある程度ふっとそれを思うから、あこれかってこれ、それがやっぱ学ぶっていうやつで、今同じこと下流の人に言ったって全然分からない。綺麗な言葉ですね、抽象的に取るだけだから我々みんなやってるからなんとなく分かるから、それをふっとあるときに完全に自分の中で絵になるから、絵にはこうわっと浮かぶから、浮かぶときはクッと撮ってる証拠だから、本当に蜃気楼みたいなもんだ。見えるんだけど、いったら雲みたいなのつかめない。違う、それがあるときふっとつかめない。つかんだらもう次に行ってるから、もうそれはもう自分の一部だから、我々一つのこう、まあ、体、これがもうね、仏教では小宇宙と言いますのがよく分かる。それ一部一部みんな取り込んでいってんだよ。それが訓練だ、稽古だ。稽古っていうのはお互いの足引っ張り合うの稽古じゃない。我々お互い委ね合って相手を尊重する。相手を尊重する相手はこっちをもっと尊重してくれるよ。俺は強いんだ、俺は三段だ二段だった。バカ誰がな。何できるのって言った。だからそういうものに伴って結局その名前に支配されてしまう。我々はそうじゃなくて、愛機っていう漠然としたものを追求するだけ。エンドレスです、愛機。一つ山の次、また山、山ってこと。だから面白い。人は不
思議な技、全然不思議じゃない、誰だってできるんだよ。稽古ちゃんと正しい稽古すればね。ただ間違った稽古したら大変なことになっちゃうよ。ボンボンボン離れていくよ。もう戻ってこれないよ。一度来るったら人工衛星ロケット全く違うとこ行っちゃう、ね、1億キロ先に行っちゃう。だから方向性ものすごい重要。ちょっとまた途中で修正しないと、まあ、できる先生につけるまた自分たち自身も次の後輩もしてる時もそうしてるなと、嘘をしてると自分がまた